今日は基本のオムライスを作りました。卵娘のゆかりです。このチャンネルはいろんな卵料理、そして卵の情報をたくさん皆さんにお伝えしていくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、スタジオフィオレさんというね、キッチンスタジオをお借りして今日はお届けしたいと思います。はい、ということで今日はベーシックなオムライスを作りたいと思います。今日は簡単に作れる方法もね、ご紹介していきたいと思います。それではまず材料から紹介します。はい、材料はこちらです。卵、ハム、ご飯、バター、ケチャップ、黒胡椒、塩、お水です。では最初にハムをね、カットしていきます。ハムはこれ半分に切ります。あとは重ねて切っていきます。幅は1センチ幅ぐらいにカットします。はい、このぐらいです。それではケチャップライスを作ります。バターを入れます。で、半分ぐらい溶けてきたらもうここにハムを入れます。はい、加えて炒めます。じゅわーっとなってきたらここにご飯ですね、加えて炒めます。で、火加減はね、中火ぐらいです。で、先によくね、バターライスみたいな感じでご飯にね、バターを染み込ませておきます。ここでしっかりとね、先にご飯をね、炒めておきましょう。そうするとパラッと美味しいご飯に仕上がります。で、ご飯が全体的にこうやって混ざって炒まったら、ここにケチャップですね。ケチャップをひと煮立ちさせます。そうするとケチャップのね、酸味が飛んでとてもね、美味しくなります。30秒ぐらいこんな感じでね、煮立って、あとは混ぜていきます。これでケチャップライスの完成です。はい、卵液を作っていきます。まずボウルに卵2つですね、2つ割り入れます。で、ここにお水を加えます。混ぜます。で、この時に白身を切るようにしっかりと混ぜていきます。はい、これで OK です。卵を焼く前にまずこういうね、空いてるスペースにラップを敷いておきます。結構大きめに、はい、これかな、このぐらいです。ラップをね、敷いておいてください。まずこのフライパンにバター入れます。今回ゴムベラを使って作ります。バターがね、ふつふつとできたらこちら卵液ですね。で、一回チュッとやってあげて、じゅわーっと卵が浮き出てきたらもう卵液を入れます。で、そしたら固まってきた部分からこうやって混ぜていきます。で、この時フライパンをね、上下にこうやって揺らしながらやると卵全体に火が通ります。で、周りからこうやって剥がしてあげる。はい、で、このぐらいとろーっとした半熟にします。このぐらいのね。で、一回火を止めます。で、火を止めたらご飯をのせていきます。で、この時は全体的にのせるようにしましょう。こんな感じでね、のせます。で、また火をつけて上下に揺らして、で、卵がこうやってね、フライパンからこうやって離れたらラップの上にこうやってスススーと移動させます。こんな感じでスッと、もうこれを両端ね、キューッと持って、で、あと両端をくるくるくるっと丸めます。こんな感じでね、はい、リボン状にしてちょっと形を整えます。形を整えてお皿の上に乗せたら、ラップをこちらからね、スーッと取ります。スー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 ッと、はい、そしたらこちらにね、ケチャップかけたいと思います。はい、これでオムライスの完成です。はい、もう食べかけです。いただきます。うん、めちゃくちゃ美味しいです。この卵の程よい半熟感もあってね、すごく美味しい。うん、はい、ということで今日のポイントはまず1つ目、卵にお水を加えることで卵のタンパク質が緩くなって柔らかい卵に仕上げることができます。あと今回包むポイントとしては、半熟の状態のうちにご飯を全体的にのせます。あとはもうラップでくるっとくるめるだけなので、とても簡単にできます。卵が半熟の状態の時にご飯を上にのせているので、ご飯と卵の間が半熟に仕上がるんですよ。それがすごく美味しいです。どうしてもフライパンの上で巻こうとするとなかなかね、できなくて、せっかく半熟
熟にしたのに焦げちゃったりするので、こうやってねラップを使うことで中がちょっとトロッとした美味しいオムライスを作ることができます。はい、ということでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はオムライスをご紹介しました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな料理を配信しています。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、Facebook、Instagram、TikTok、 こちらにもいろいろアップしているので、ぜひフォロー、いいね、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということで今日はスタジオピオレからお届けしました。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。